飛行機混んでますね。福島市県上空も入っているんですが、まだドリンクサービスがまだ終わっていないということで、結構珍しいんじゃないかなと思います。まあ、トイレはね、こんな感じで、もう普通ですね。ということで、羽田空港到着しました。次の高松行きの飛行機まではね、1時間ぐらいあるので、まあ、ゆっくり次の搭乗口3番まで移動していこうと思います。結構遠いんじゃないかな、500メーター、400メーターぐらいありそうな気がしますが、まあ、ちょっとね、ゆっくり歩きながら行きましょう。いやー、滑走路はやっぱり C 滑走路におりましたね、あの U 事件のあったところで、まあ、無事に着陸できたんで良かったです。右かな。歩いたつもりなんですが、ようやく10番搭乗口だそうです。遠いなおい。3番、ようやく3番に着きそうです。ここまでだいたい10分ぐらい歩きましたね。結構大変でした。私の席はね、一番後ろの2人席です。